本日の追加放送です。速稼塾の久保でございます。この夏私は一つのね、挑戦をしているんですよね。挑戦と言いますか、一つの、まあ、テストですかね。どういう風になるかなっていう風にやってるのが、ずいぶん前に、お申し込みの動画を出したと思うんですけども、そうですね、ブラックカードのことなんですよ。で、ブラックカードでも、国産初のブラックカードであります、JCB のザ・クラスブラックカードというね、こういったものをね、実際にはないんですけども、手元にないんですけども、これコピーしたの。これをね、ちょっと私取得してみようかなと思うんですよ。もちろんこれインビテーションを受けなければなりませんので、私という存在がブラックカードに適している、まあそんな人物だということがね、認められないとこれインビテーション、要するに久保さん作りませんかっていうふうにお申し込みが来ないんですよね、お招きが。で、インビテーションを受けるために何をすればいいかっていうと、まずね、このブラックカードにちょっと似ている、このJCB のザ、プラチナですか、プラチナカードっていうのを取得するのがまずね、段階としては必要なんですよ。プラチナカードを作ってる人が年間で数百万円とか使うと大体目安ですけどね、そうするとインビテーションが来るっていうふうに言われてる部分があるんですよね。まあ、とにかくこのプラチナカードを持たないことには何も始まりませんので、私はプラチナカードの申請を出しました。その申請の動画を前回上げたんですけども、これがですね、昨日本人確認の電話が来まして、まあ、一応ね、審査が通過したということです。これから最終審査を経てカードが私のところに送られてくるかどうかってことなんですけども、カードの送り先の確認があったんで、おそらく送られてくるんじゃないかなと思うんですよ、このプラチナカード。ではこれからですね、このプラチナカードをおそらくですけども、最低でも1年、長ければ3年ほど、毎月毎月数十万からおそらく100万円を超える金額をね、使っていくことによって、このザ・クラスを所有するに値する人物というふうなことが評価されるんではないかなと推測しております。思えば私もですね、2013年の7月は全てのカード会社の支払いができずに、全てがですね、支払い遅延でした。損害遅延金も 14% とかなんだかね、遅れながらコンビニ払いに行ったりとか、2ヶ月遅れだったりとかね、そんなこともあって、本当に事前車遭遇でした。常にカードで決済をして、カードが止められたらカードをね、再開するための手続きを踏んでみたいなことを繰り返して、思えばね、余計な作業が多かったなと思います。お金がなくってカード会社からお金を借りていると、そして支払いも遅れていくと、すごい手間が増えて支払いの手数料も増えたりとかね、結局は一番損してるんですよね。まあ、ですんで、支払いを求められたらすぐに払うっていうのが最も意識も取られないですし、お金も損しないし時間も損しないことだなと今は覚えるんですよね。でも振り返ってみると、本当にね、私2015年まで、本当に、ね、4年ぐらい前までも全然返しきれない借金があって、新規のカードも作れなかったんですよ。要するに速稼塾っていうのはセルフバック、自己アフィリエイトっていうのがあって、自己アフィリエイトの中でカードを作ることをお勧めしてるんですよね。私が2013年作ったカードっていうのはもう40枚ですから、審査が落ちたところもありますけども、本当に40枚ぐらい手元にありました。で、その40枚あって、半年ぐらい経つとカードの申し込みブラックの期限が切れるんですよ。半年経ったらまたね、3枚ぐらいカード申し込んでみたいなことして、セルバック報酬を常にね、マックスでもらってたんですよ。で、そのたびにカードの申し込みができなくなって、半年経ったらまたできるようになってって繰り返してきてたわけなんですけども、そんなね、めちゃくちゃなカード審査、クレジットヒストリーだったわけなんですけども、今回ですね、まだ手元にないんであれですけども、プラチナっていうのがもし私の手元に届くとすれば、結構ね、資金状態、余震状態というのを回復してるなって見ることができるんですよね。これは最近の決済の実績とかも大いに反映されて、どちらかというと過去は、まあ、そういうふうなね、ブラック同然だったけども、ブラック状態同然だったけども、今は改善されたんで、金回りが良くなって事業も運営がね、うまくいってっていうふうに評価を受けたのかなと思ってますね。まずはね、このプラチナを手元にいただいて、これによってですね、プラチナを使いまくって、私は使っても使ってもお金が増える、あの例のやつがありますんで、これでカードをどん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 ね、決済して、こっちのね、ザ・クラスをいただこうかと思います。ザ・クラスが持ってたらすごいですよ。私はカードブラック同然だったんですけども、10年もせずにブラックをね、持つことができるっていうね。まあ、それでこれで空港ラウンジとかも、最近空港使う例が多いですから、空港ラウンジ使ったりとか、なんか特典がむちゃくちゃあるそうなんですよ。コンシェルジュがついたりとかね。で、その辺をね、ちょっとね、試して皆さんにもお知らせしようかなと思っております。数年前までカードブラックだった私が、今度はブラックカードを持つ、そんなストーリーの第何話だったかな、
続きでした。では失礼します。